今回のドリルはクラブ逆さまドリルです。みんなの飛距離伸ばしちゃうぞ。このドリルはその名の通りグリップではなく逆さにしてヘッド側のシャフトを握ってスイングをしていきます。このドリルをすることによってヘッドスピードも上がっていくので飛距離アップというのが実現されていきます。あとは例えばちょっとダフり気味に当たっちゃう方とか結構すくって打ってしまう方とかにもおすすめのドリルになります。まずクラブをひっくり返してヘッド側のシャフトを握ります。その状態でいつも通り気持ちいいスイングをしていくんですけど、このドリルは音が重要なんです。このスイングをしていくときに音がブルンと最後左側で鳴っていくことがとっても大切です。普通にアドレスをしてしっかりと左側で音が鳴るように振っていきます。右で音が鳴っていると一見スイングは良さそうに見えるんですけど、よく見ているとこうやってすくってしまう打ち方になっているので、こうするとドライバーとかも適正ロフト角でインパクトができないので、ヘッドが上を向いている状態だと球は高く上がって飛距離があんまり伸びてこないっていうことがあるので、しっかりと適正ロフト角でインパクトするためにも左側で音を鳴らしていくという感覚を身につけていただければいいかなと思います。ひっくり返して握った時に意識するのは音のフィードバックだけで大丈夫です。このクラブを逆さに持つことで通常時に握って振っていく時よりもより音のフィードバックが得られやすいので、よりスイングが今どうなっているのかというのが感じやすいと思います。あと音がしっかりと左側で鳴っていくことで大きなフォローも取れていけるので、そこもまた飛距離アップにつながっていきます。この逆さで左側で振っていくことに慣れてくるとしっかりとドライバーを持った時でも強くショットすることができます。クラブ逆さまドリルで飛距離アップしちゃいましょう。おー